じゃん。縦。ちょっと先に見せちゃったんですけど、縦バージョン。ずっとの縦バージョンを書こうと思います。これ、ちょっと、ですね。ファイタイルです。ファイ。ファイタイルの、これはルネサンスなんですけども、これも何色でもいいです。Any color is OK。特に黄金比を考えたわけじゃないんですけど、これはですね、ちょっといきなり書きますね。で、大体、まあ、一応ですね、マーカスオペランダス2ですと、この、まあ一応ね、黄金比というものをこう参考とするんであれば、この縦なんです。こう縦ね。縦に合わせて、ここを、この、見えないね。よしよしよし。B。B のところら辺から書いていこうと思うんですけど、この B のところって、意外とこの白キャップと同じ長さぐらいなんですよ。白キャップ、もしこのマーカスオペランダス2なければ、この白キャップ、あたりやると一応なんかこうファイタイルの意味もあるかもしれないなっていう感じで一人で伝えてますけど別に考えなくてもこのファイタイルとして使っても大丈夫ですよね。で、縦に書くんですけど、これはブラックです。マイクロン01またはピグマ01ブラックです。でこれいきなり書いちゃいますね。このハートがいくつになってもまあ別にいいんですよ。いくつになっちゃってもいいんだけど、大きさこのキャップよりは小さなハートですね、きっと。ちょっとあんまり大きくないハート、ちょっと書いてみますね私。まずこっからヒュンって出て、このようにハートを描きます。そうしたらここにこっち向きのハートを描いたら、こっからギュン、でまたギュン、これはつながってます。シュ、これは普通のずっとを書くのと同じでございます。これ一緒です。こう横に並んでる時と一緒なので、こっち側の上向きのハートから行こうと思うんですけど、そしてここ、そしてこう、で最後、ここは最後に書きたいので最後で、ここはちょっと線ありますけどなんとか入ります。あ、ここ忘れちゃいました。ここね、ここ、そしてここ、そしてここ、こんな感じで並んでます。で最後もこれ止めときますね。まあ最後行っちゃってもいいんですけど、で反対側は同じくこっち側、左側、レフトサイド、このハートのレフトサイドでこうですね。最後はちょっと、まあ、ここ書いちゃっても大丈夫なんだけど止めときます。一応書き順としてこれ間違えなければ、ずっとつながります。そうしたら最後にここを一気に
で、あとここ、ここですね。足りないところはここ。はい。じゃあ縦につながりました。ら、これはもうちょっと塗るのが大変だなと思って、水彩で塗っちゃいました。ペンじゃなくて水彩で。ちょっとこれもじゃあ分かりやすくグリーンでいきたいと思うんですけど、これもちょっと、一応こっちがこういう風に色が入るとしたら、ここは入らないで、こっちですね。まあ、ここはザザザッと、好きな色でもちろんですけど。これはね、同じ向きで、同じ場所で大丈夫です。で、反対はこう来てるから、ここは塗らなくて、ここ塗らない、こっちですね。これ全然別にどこ塗ったってそんなに、間違いではないですよ。全然間違いではないんです、もちろん。全部緑に塗ったっていいわけなんで、私が勝手にこっちが表でこっちが裏でとか言ってるだけだから、全部緑に塗ったって何も間違ってやしないです。で、ウォーターブラッシュ、綺麗、なんていう色、これなに色だろう、ちょっと調べときますわかんない、グリーンだけど、グリーン、なんかいろいろありますもんね、色が。で、これをやっぱりペンで塗ればまた違った感じになると思いますし、ちょっと今日は全体的にこうベタッと塗っていますけども、ベタッと塗らなくったっていいですし、じゃあ、こんな感じで塗れましたら、あとは、タングル、これ、ちょっとジェムを入れたりして、さっきもジェム書いたんですけど、ちょっとこの角のところに、茶色と、これ単タイルなので、ブラウンとブラックを、使いながらこんな感じでいくんですけど、ここ全部なんかペッパーにみたいにしてみたんですけど、これはこれで可愛かった可愛かったんで、ペッパーみたいに描いてみますかね。ペッパーっぽく、ここ何でもいいんですよ、何でもいいんですけど、これブラウンですね、ブラウンで、どこだ、ここら辺をまあめがけて、さっきも描きましたね私、もちろんペッパーじゃなくてなんか D バダンスとか書いてもいいと思いますね。D バダンスとか合いそう。逆さまですけど。こっち側も、こっち側でもいいんですけど、なんとなく。ペッパーでもいいし、あとここなんかDバダンスじゃない、Dバダンス、まあ同じような感じですけど、ペッパーと
こういうふうにペッパーとか何かここを埋めていただいたら、今度ここにちょっとここの空きスペースによるんですけども、いっぱい空いていればここにこういうふうにかけるんです、ジェムとか。だけどあんまりちょっとスペースが少ないんですけど、ここっていう場合はここに、まあ、ティップル書いてもらったりとか、最初のところ、あと茶色とかでもいいんですけど、ちょっとぐるぐるにぐるぐるとかを書いてここを埋めたりしながら、で、まあ、小さな、ここはほんと小さなジェムになるかもしれません。ちっちゃ、これちょっとかなりちっちゃすぎるぐらいちっちゃいですけど、それで、あとは、まあ、茶色でも黒でもいいんですけど、オーガニックタングルを、こんな感じで足してもらって、何でもいいんです。これちょっと細いバージョン。こんな感じでね、ムーカとか、これなんだっけ、これ、これ、思い出せない。とか、プリングクルとか、そんなのをここに書いていただきながら、進めて、ちょっとこれかなりちっちゃめですけど、かといってね、あんまりこんなにせり出しちゃうとちょっとあれなので、まあいい具合な感じにしていただければいいかな。こんな風にしながら、好きなタングルを描いていきながら、こちらもですね、同じように、まあ、ジェムも書きたくないなって場合は書かないで、いいんです、別に。ホリス黒でもいいですね、これブラック、こっちブラウンですけど、ホリスホリスじゃなくてももちろん何でもいいんですけど、こんな感じで、オーガニックタングルなどを並べていただきながら書いていくと、このようになるんですね。で、この枠なんですけど、こっちちょっとフラックスじゃなかった、ムーカを適当に書いちゃったんですけど、もし書きたい場合はこれでもいいし、裏側に、茶色で何か柄というか、トリポリとかで書こうかなと思ったんですけど、とかにしてもらってもいいと思いますし、素敵、ありがとうございます。で、あとこれが書けたらもうシェーディングです。シェーディング、あ、それでちょっとまあ地味だなっていう場合は、さっきと同じくこの白い線を入れてみたり、まあ入れなかってもいいんですけど、もちろんホワイトタイルで描かれた方は白い線は見えないから、灰色とかグレーとかでもいいかもしれないですけどね。で、あとはシェーディングを、ちょっと全部かけてないんですが、これホワイトチャコールペンシルです。ホワイトチャコールペンシル、それで、今日は本当に登録していただいて嬉しくて、また今日させていただいているところです。
ずっとのこの影になってるところとか、まあこれ上下なんで、上の方がまあ若干なんだろう、影が多いかもな。でもしなんかホワイト入れてもいいですね、ペッパーだからちょっとぷっくらした感じになります。で、あとはずっとさんはこういうちょっと下側に入っているところが多いですので、こういうところにシェーディングをしていきます。さっきからハートは目に入るんですけど、いっぱいくださってありがとうございます、ね、こんな感じでシェーディングをしていきます。あ、これハーフでもいいんですよ。ハーフでも。っていうか私意外とハーフが好きで。ハーフが好き。ハーフ。あとこのジェムのとこですけども、さっきと同じで、色は目立つようにちょっとこれピンクっぽい色にしちゃいますけど、これね、ここちょっとすっごいちっちゃいんですよ。ここちっちゃい。これがピンク。で、さっきのこの C、同じグリーン系でもいいですよね。ちょっとちっちゃいんであれですけど、やることは同じ。緑が入らないように。ちょっとちっちゃいですけどね、ちょっとはみ出ちゃいましたけど、これはちょっと乾かしといてっていう感じで、まあ、これもこの下の方までやっていただくんですね。やっていただく、こういうところ、あとこれか、なんだっけ、ムーか、でジェムは先ほどここでもご説明した通り、乾いたら周りに鉛筆、ソフトタッチ、ハードタッチで、ホワイトチャコールペンソー、そしてチェリーロールでちょんちょん、でそれをやってるとこういう感じになります以上で、ですね、この、まあ、枠ない、これだけでももちろんいいと思うんですけど、こんな感じでこう枠を入れて、そこにまたここに柄とかを入れるとですね、ちょっと下の方まだ書いてないんで、上の方だけにしたいと思うんですけど、こんな感じで、一重でもいいし、ちょっと今二重にしちゃいましたけど、それで最近私ちょっと好きなのが、あるかな、この単タイルに薄いクールグレーの方ですかね、クールグレーの方でここに柄を描くのが好きなんです。トリポリとかで、もう何でもいいんですけど、もちろんこんな風に、これ
リングバツにしようと思ったんだけど失敗したんですあ、こういうふうに、ね、あのムーカとかはもちろん書いていただいてもいいし、私最近このトリポリがこれは私すごい難しくて最初はあんま書けなかったんですけど、最近はちょっと書けるようになってきたんで面白くて書いちゃってます。初めての組み合わせこれでしょ、意外とさいいんですよ。あのうすらぼんやりするんですけどね。で特にこうあの変化球もない感じの、これなんだっけ、なんかちょっと良くないですか、薄らぼんやりぼんやりって薄いよね最初から方言だったらどうしましょう。こんな感じで入れていただいて、もちろんこんな細かいところはもうちょっとよくわかんないね、こんな柄入れちゃってもいいんですけどね。であのシェーディング、ちょっと壁っぽい感じにするとこのシェーディングが際立つ、シェーディングが際立つ、なんかすごいワークショップみたいになっちゃったけど、シェーディングが、あまりビヨーンって伸びたのがないのであれなんですけど、ちょっと影がいい感じですよねっていう感じで、にしてみても、あのシェーディングがまたここのここに柄があるにもかかるその上に一段っていうのは楽しいと思います。ありがとうございます、すいません、じゃあ今日はちょっと途中なんですけど、またこれちょっと完成、今日中に完成させれるかわからないんですけど、急遽ありがとうございました、本当にもう感謝の気持ちでいっぱいですということでライブさせていただきまして、今日2種類書いてちょっとみんなを混乱の渦に巻き込んでしまった Thank you very much、 ありがとうございます、皆さん見てくれている、ジェムもこんな感じでですね、あもちろんこういうところちゃんとしっかりシェーディングはいたしますね、いたしますいたしまして、細かいところを言うと、とか、とかやりながら、こっちにジェム入れていただいてるんですよ。これは両方にジェムも入れましたし、全然関係ないこういうところにジェムを入れたっていいと思うんです。こっからオーガニックが生えてもいいですし、でこれを連続してやっていくと、ちょっとこれも完成品じゃないんだけど、こっちも完成品じゃないんですけど、まあ、大体このような感じでできると思います。はい、じゃあ皆さん Thank you very much for watching and ずっとをこれからもよろしくお願いします。 See you